ことが、浜佐田は、香川県水戸予軍出身で、1950年代から1960年代にかけて活躍した大相撲力士である。最高位は、東大関。本名は、宇草佐田を現役時代の体格は177センチメートル、117キログラム。特異種は、左四つ、打ちかけ、上手投げ。宮崎県で、 馬の中外人の長男として生まれ、後に香川県へ移った。幼い頃から大柄な体格で17歳の時には身長169センチメートルに達した。高等小学校を卒業すると父親が創生した影響で1944年9月に海軍に志願、その体格から上官に見出され海軍相撲に参加することになった。 敗戦により、軍が解散すると故郷に帰ったが空に困らないとの理由で力士になろうと思い、同郷の初代、ことに式を紹介してもらい、二所の関部屋に入門した。1945年11月場所、本名のうぐさで初土俵を踏む。ことが、浜の氏子名は、後に師匠となることに式と海岸にある観論寺に、ちなんで、行事の七代目、式主金大夫が命名した。 素質には恵まれなかったが大変な稽古熱心で、自力をつけ、翌年入門した若の花との稽古の激しさは、今でも当時を知る人の間で語り継がれている。もう稽古に打ち込んだきっかけは、入門して間もない若の花が負け越し、彼を元気づけようと共に蕎麦を食べに行こうとしたところ、力道山から脱走しようとしたと誤解されたためだった。依頼力道山から目をつけられ、 若の花と同様に命の危険を感じるほどの猛稽古をさせられた。いつまでも体重が軽いままだったのも稽古しすぎるせいだと評された。そもそも部屋に暗黒型がいなかったという。後に良き稽古相手であると同時に親友でもある若の花が横綱に昇進すると土俵入りでは立ち持ちを務めた。鍛え上げた尺道色の体育と精悍な面構えで南海の黒表と あだなされた。1946年に左足を負傷、これがことが、浜の運命を決めた。左足をかばい浮かせ、気味にして相撲を取るようになったが、これを有効に利用する方法を考え打ち掛けを使うようになった。兄弟子である玉桜の指導により腰で回しを切る、稽古も言って、威力を増したが、あまりの熱心さに負傷して便所に行けなくなることさえ、あった。 腰を使って、回しを切り、相手がサイド取ろうと手を伸ばしたところで左足を、飛ばし鎌で借り払うが如とく、決める打ち掛けの威力から、打ち掛けと言ったらことが浜、ことが浜と言ったら打ち掛けと言われるようになった。打ち掛けは一場所に5番ぐらい仕掛けており、ことが浜が5回受賞した、技能賞は、打ち掛け賞とも言われた。1949年10月場所で10両に昇進し、 1950年5月場所で新入幕。1955年に、元、兄弟子の佐渡が学親方が、二所の関部屋から独立して、佐渡が学部屋を創設したが、ことが、浜の二所の関部屋から佐渡が学部屋への移籍は、1958年11月場所前に実現した。本来は、部屋新設のタイミングでないと移籍は認められないが、 看板力士を失いたくなかった二所の席が遺跡を遅らせたという。幕内の上位で活躍するようになり、わしは、打ち掛けなど喰らわんと保護した横綱、土地二式に打ち掛けを決めた際に土地二式は、打ち掛け封印を宣言、二度と使わなかった。また、北の洋が、打ち掛けが来たら、外掛けでひっくり返してやると作戦を立てた際にも、打ち掛けで倒すなど、猛威を振るった。 小結の地位にあった1957年1月場所は休場して、3月場所では、前頭8枚目まで落ちたがその場所で12勝3敗と、好成績を上げてから好調が続き、西張り出し小結の地位で迎えた同年、5月場所では12勝3敗、西張り出し関分けの地位で迎えた翌、9月場所では11勝4敗。 東関分けの地位についた次の11月場所では10勝5敗という高成績を残し、この3場所で大関昇進に必要だった3場所30勝という当時の目安より一回り高い成績を残していた。ところが直前場所が10勝止まりであった理由から昇進はあえなく見送られた。1957年は1月場所途中休場しており、これがなければ、 年間最多勝値を受賞できたであろうと、同年11月に行われた玉の会田三郎との対談で話している。次の1958年1月場所では、東関分けで11勝4敗の成績を挙げたが、再度却下される。それでも3場所連続で東関分けの地位で迎えた翌、3月場所では、13勝2敗と好成績を残し、大関。 朝潮との優勝決定戦に出場、惜しくも敗れ優勝は逃したが直前場所の大活躍が認められて、ようやく念願の大関に昇進した。大関昇進の翌年までは好成績が多く横綱、昇進を期待されたが、以後は病や負傷に苦しみ果たせなかった。公式に記録されているものだけでも数多くあるが、特に右足親指を負傷してからは、 不審続きで2場所連続負け越しでの角番が合わせて3度、当時の大関は3場所連続の負け越しで陥落するという特権的な制度を活用しているとまで言われるほどの不審ぶりだった。軸足となる右足に力が入らなくては、ことが浜最大の武器であるさないかけは威力を発揮できなくなった。名大関とも呼ばれる反面、この現役晩年の不調が評価を下げたとも言われる。 最初のカド番で迎えた1961年1月場所千秋楽、大関、柏戸と12勝2敗同士で勝った方が優勝の愛母子決戦までもつれたのが最後の光だった。1962年11月場所後、現役を引退し、年寄り、小車を襲名。引退後は、こと桜の良き相談相手となり、佐渡が、 学の死後に部屋を彼が継承してからも補佐し長く審判委員を務めたが、1981年6月7日、脳出血のため、東京都新宿区内の病院で亡くなった。53歳没。没後、小車の名跡は、ことの富士が3年間襲名した後、同じ佐渡が学部屋の大関であること風が継承した。ありがとうございます。